はい、シェアハウスっていうとよくこうちょっと狭いところに安く、家賃が安く住めるっていうようなイメージがあると思うんですけれども、弊社でやってるシェアハウスは基本的にはコンセプトだったりとかコミュニティだったりとか、こうみんなで共同生活をしていくっていうところに、まあ、価値観を持っていて、そこの、まあ、お家賃が、まあ、一人暮らしと変わらないけれども日々の生活にこうプラスアルファ、何かこうみんなでつながりがあるとか、こう価値観の同じ人が集まっているとか、例えばこうアーティストが集まっているとか経営者が集まっているとか、そういったこうコンセプトからシェアハウスをやらせていただいています。やはり普通のシェアハウスだとコミュニケーションがない、その交流が、に重きを置いているっていうところです。そんなに多くはないんですけど、弊社の方では、まず大前提、そこで、まあ、交流してみんなでこう関わり合っていくっていうのが大前提だっていうコンセプトでやっているので、そういったところで人が好きな人とか、まあ、家と会社の往復ではつまらないなっていう人が入居を決めていただいているっていう、不動産という部分で今までの切り口で、まあ、立地だったりとか、まあ、設備だったりとか広さだったり、ここに、コンセプトだったり雰囲気だったりとか、コミュニティだったりというところを上乗せして価値を乗せることができるので、基本的に不動産の価値を、何もない目に見えないもので上げるっていうことが可能です。物件の価値を引き上げてオーナー様だったりとか、あとはまあもちろん住んでいただく入居者に一番幸せな暮らしができるっていうところが一番の、コン